フェラーリ界2005は、スクーデリア・フェラーリが2005年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。2005年の第3戦から最終戦まで実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーは656。2006年に行われたトリノオリンピックの開会式において、この F2005 が登場し、トリノ出身の F1 ドライバールカバドエルが、 ドーナツターンを披露している。2005年アメリカ GP での F2005 ミハイル・シューマッハがドライブ2004年シーズンにおいて2002年に次ぐ圧勝に終わったフェラーリは、カイ2005については前年型であるカイ2004を発展開発する方針を取った。またにグランプリ1エンジン規則やエアロダイナミクス規則が大幅に変更されたことを受け、 序盤は、回 2004M を導入して、様子を見ることにした。他にもチーフデザイナーが、ドリーバーンからアルドコスタに交代するなど、大きな変化があった。フロントウィングには、特徴的なサブウィングが、メインエレメント前方に取り付けられている。フロントウィングの最低地上向上昇に対応して、設置された。フロントウィングの形状は、発表会では、 カイ 2004M と同じ形状で、ノーズもカタンが膨らんだものを搭載していた。第3戦バーレーン GP での実戦投入時には、ノーズカタンは、カイ2004に似たストレートな形状に変更された。エンジンカウルは、コークボトルがさらにコンパクトになされており、エギゾーストパイプを収めるためにバルジを設けるほどで、あった。インダクションポッドに装着される、ミッドウィングは2対4枚に増やされた。 前方の一組はダウンホースを発生する形状で後方の一組が気流を下側に導くように装着されている。海2004から再び装着されるようになったチムニーだが、海2005ではより空力重視な思想が見える。チムニー後端がウィングレット翼端板と交差する形となっている。また、気温がそれほど高くなくチムニーが不要な際には、 ウィングレットとスムーズに交差する形状のフィンが代わりに搭載され、整流品としての役割を担っている。シーズンが開幕すると、回 2004M では全く歯が立たず、第3戦バーレーン GP から、回2005が投入された。当初は、約1ヶ月後の、第5戦スペイン GP に投入予定だったが、苦戦続きで2戦前倒押しになった。 バーレーン GP ではシューマッハが予選2番手を獲得し、決勝でもポールポジションのルノーのフェルナンド・アロンソを追いかけ回す展開となったが序盤で、マシントラブルによって早々に姿を消しバリチェロもアロンソに周回遅れの9位と散々な結果に終わった。なお、フェラーリが新車を投入した最初のレースで優勝できなかったのは1998年以来のことであった。 シューマッハは続く第4戦0 3マリの GP ではミスにより予選13位に沈むが決勝では怒涛の追い上げを見せ優勝とはならなかったものの首位アロンソと10周近いバトルを見せ2位に入り一時は復調を感じさせただがその後はシューマッハが一度ポールポジションを獲得したものの両ドライバーが何度か表彰台に上がる程度で優勝は ミシュランタイヤ製がタイヤ問題で撤退した第9戦アメリカ GP のみ。自力での優勝は実質的に0回という不本意な結果に終わり、両タイトルはルノー・陣営かつアロンソに奪われる結果となった。ドライバーズランキングではシューマッハ3位、バリチェロ8位となった。一転して不審に陥った理由は、諸説あるが2005年の新レギュレーションの対応にチーム、 およびマシンが失敗したというのが通説である。レース関連のレギュレーションで言えば、予選、決勝レースで使用可能なタイヤを1セットに制限が行われ、当時シューマッハが得意としていたピット戦略による逆転という手が事実上禁止された。上記の理由の他にも、ギアボックスの設計ミスに禁するマシンバランスの不安定さ。 ブリジストンタイヤとのミスマッチング、ディフューザーの設計失敗、翌年からの新 V8 エンジンの開発にリソースを取られていたなどの点も2005年シーズンの不振の原因と言われる。2005年のカナダ GP でジルビルヌーブサーキットを走行する会2005。ありがとうございます。